村井八郎12月24日から1970年10月11日は、日本の内務官僚、政治家、実業家。衆議院議員、福島県知事、郡山市長、川崎市長、藍津若松市長を歴任した。旧姓、安倍。福島県岩瀬郡須賀川町出身。安倍また吉の逸尾として生まれ、村井半之助の養子となる。藍津中学。 第一高等学校を経て、1912年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入省し、福島県属県警部となる。1914年11月、文官高等試験行政科試験に合格。以後、新潟県東蒲原郡庁、同三島郡庁、道理事官長野県警察部長、大分県警察部長、熊本県職記館、 警察部長、山形県書機館、内務部長、大阪府書機館、警察部長、北海道町部長、土木部長などを歴任。1931年12月、福島県知事に就任し、1932年6月28日、知事を休職となる。その後、郡山市長を経て、太平洋戦争時の川崎市長を務めた。 1946年4月の第22回衆議院議員総選挙で、福島県選挙区に日本新歩党から出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。衆議院政願委員長や、戦災復興委員政務官を務めている。その後、公職追放となる。その他、日本自由党政調会副会長、東京トヨタ自動車販売監査役、 福島トヨペット取締役会長、川崎市商業活動調整協議会長などを歴任。1952年から一期務めた若松市長時代には若松市と奈村との合併を実現して合津若松市を発足させ、裏番台の観光開発などを進めた。1970年10月11日死去。去年83。ありがとうございます。